こんにちは、グリーンハートです。今日の大陸紹介のテーマはリーンボックスの治安の良さについてご紹介します。皆さんは兵器というとどんなものを思い浮かべますか？重火器や戦車、ロボットを思い浮かべると思いますが、リーンボックスにはそのような危険な兵器はありません。あっても武器と呼ばれるもののみ、主に剣や銃のことです。他の大陸、特にプラネテューヌやラステーションからの兵器の輸入は禁止し、厳しく取り締まっています。なので無人兵器による非人道的な無差別テロや大量破壊兵器による大量殺人が大陸の中で起こることはありません。これがリーンボックスの治安の良さの大きな理由です。優雅に定年後の人生を過ごしたい、安全に子育てがしたい、そう思っている方は少なくないはずです。それでは次の更新日にまたお会いしましょう。お前ら宛てだ。教会のやつが持ってきたぞ。手紙？そういえば前にも一度教会からもらったような。ああ、まさかパーティーの招待とかじゃないよね？パーティーかどうかはわからないが、教会が毒殺の件で謝りたいらしい。女神様が直々に陳謝したいのでおいでくださいって内容だ。なんで内容知ってんの？人の手紙勝手に読まないでよ。プライバシーの侵害だな、まったく。しょうがないだろ。前にも言ったが、貴族は教会と対立してる。些細なことでも見過ごすわけにはいかないんだ。謝罪？そうです。きっと悪いのは女神様じゃないです。会いに行って確かめるです。冗談だろ。殺されかかったところにまた行くのか？そんな手紙をいちいち真に受けるな。そうよ、教会も一枚岩ってわけじゃなさそうだし、もしまた似たようなことが起こったら。念のため、私の方でネプネプが怪しいものを口に入れないよう気を使ってみるです。でもさすがに女神様の前なら、そうそう前みたいなことはできないですよ。それにいざとなったら女神様が助けてくれるです。おお、またパーティーだ。なんていうか、リンボックスはお金あるね。それより女神様はどこです？早く会いたいです。女神様、女神様。
まさかまた女神様は来られませんとか、そんな感じじゃないわよね。一応何かあった時のために逃げる準備する？あ、来た！あの人でしょ？やっぱ女神様だね。すぐわかったもん。他の人と全然違うよ。はじめまして。この大陸のハード、グリーンハートと申します。今日はよく来てくださいましたわね。ネプテューヌには本当に悪いことをしましたわね。まさか教会の者があなたに毒を盛るだなんて。私の監督不行き届きですわ。ごめんなさい。そもそも誰かがハード戦争のことを教員長に話してしまったらしいですの。ハード？戦争？何の話？初めましてだよね、グリーンハート様。とぼけてるのね。そうですわよね。お友達もそばにいることですし。でも誤解だけはなさらないでほしいの。私もこの因縁に下界の方々を巻き込むつもりはありませんわ。グリーンハート様、少しよろしいですか？私たち鍵のかけらというアイテムを探していまして。あら？あらあらあら、アイちゃん、あなたも来てたのね。だから普段通りでいいと言いましたでしょ。もしかしてネプテューヌと一緒に旅を？ちょっと羨ましいですわ。そうです、グリーンハート様は女神様です。きっと旅なんてしたくてもできないですよね。そういうことではないの。でもひとまずそんな暗い話は置いといて、鍵のかけらがどうなさったんです？そう、私たち鍵のかけらを探してるの。強いモンスターが守ってるんだけど、それらしいの知らないかなと思って。女神様といっても私は出不精ですし、外のことはあんまり。でも宣教師さんならご存知かもしれませんわ。ちょっとこっちにいらして、お話を聞いてあげてくださる？宣教師のコンベルサシオンです。あなたたちとは前にもお会いしましたね。そっか、最初に来た時に会ったもんね。どうもどっかで聞いたことある声だと思ったんだ。そっかそっか、ここの教会か。コンベさん、コンベルさん、私たち鍵のかけらの手がかりを探してるです。強いモンスターさんのいる場所知らないですか？前にも申し上げましたが、鍵のかけらというのは私にもわかりません。ですが少し前に妙なダンジョンを見かけました。妙なってどんな感じ？そこだけ全然色が違うとか、そこだけ鍵がかかってて入れないとか？いえ、言葉で表現するのはとても難しいんですが、どこか異様な雰囲気の漂う場所でした。よろしければご案内しましょう。ここがお話ししたダンジョンです。
お気をつけてください。本当に強力なモンスターが数多く生息しておりますから。大丈夫大丈夫、モンスターなんて楽勝だよ。見ててよね、いざとなったら変身してやっつけちゃうから。そうです、ネプネプはなんかよくわかんないですけど、他の人とは一味も二味も違うですよ。まあ大船ってわけにはいかないけど、泥船じゃないことくらいは保証するわ。それは心強い。できればぜひその変身とやらも見てみたいところですが、私は戦闘員ですので案内はここまでです。一緒に戦ってくれるんじゃないの？戦闘士って白魔法とか使えそうなのにな。残念ですが、もしまたお会いできたらその時にはお見せできるかも。でも、それも望み薄かもしれません。うわ、何これ、地震！入り口が崩れちゃう！ダメ、がっちり埋まっちゃってる。どうするです？敵埋めですか、山殺しですか、敵地獄ですか。どれも嫌だよ。普通に別の出口探そう。その前向きさもこういう時は長所よね。急ぎましょう、コンパがメソメソしだしたらことだわ。私これくらいでメソメソなんてしないです。この前は散々だったわね。危うく生殺しになりかけたし、鍵のかけらもないし、踏んだり蹴ったりだったわ。やっぱり騙されてたのかな、あれって。急に洞窟が崩れたり、コンベルさんもなんか様子変だった。ネプコの大好きな悪よ、悪。教会に着いたらグーで殴ってやりましょう。あらあら、意外と乱暴な子なんですのね、アイちゃん。お久しぶりですわね。といってもこの姿でお会いするのは初めてかもしれませんけど。誰？アイちゃんの知り合い？どこをどう見たら私の知り合いに見えるの？どう見てもネプコの変身後にそっくりじゃない。ネプコの知り合いでしょ。ひどい。アイちゃんにはちょっと気づかれてもいいかなと思ってましたのに。でもそれより毒殺の件、コンベルさんから聞きましたわ。全部あなたたちの自作自演だったそうですわね。教会の人に毒殺されそうになった、そう騒いで教会の権威を失墜させるのが目的だったのでしょ。
るの？そんなわけないじゃん！死にかけたんだよ、私！私だって信じたくありませんわ。でも、貴族の方々のところでお世話になっているでしょ？貴族の方々と結託しているなら、民意をそごうというのも納得のいく話ですわ。誤解です。確かに貴族さんにはいろいろ助けてもらったですけど、毒の話は嘘なんかじゃないです。貴族の人には助けてもらったから恩返ししてるだけだよ。大体喧嘩の原因を作ったのは教会でしょ。教会は何も間違ったことはしていませんわ。教員長も宣教師さんもとても熱心に働いてくれていますもの。とても美しく平和な大陸、それが何よりの証です。あなたたちは知ってか知らずか、その平和を乱すお手伝いをなさっているのですわ。わからないのでしたら、わからせてあげます。なんか弱そうなのが出てきたよ。遊んでいる間に思ったより体がなまってしまったようですわ。ここは一度出直した方が良さそうですわね。それでは皆さん、またそのうちお会いしましょうね。でもちょっと不思議な人だったですね。あ、そういえば名前聞いてないです。